いやー、いろんなファッション系の YouTube 見てると、おすすめの服だとかおすすめのコーディネートだとか、まあ明るい話題がいっぱい出てきて、まあ見ていて楽しいんだけども、もうちょっと本人の失敗したところとかも知りたいんだよな。特にメンズファッションにおいて、これはやめてよかったこととか教えてくれると嬉しいんだけども、このあたりのリアルな話って誰かしてくれる人っていないのかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、メンズファッションにおいてやめてよかったこと5選というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、普段の動画の中ではやっぱりおすすめのアイテムですとか、こんなコーディネートがおすすめですよみたいなことをですね、僕もお伝えするようにしてるんですが、その一方でネガティブな部分ですね、こういったもの買って失敗しただとか、あんまり自分でも語ることが多くないんですね。ですので今回の動画では、ファッション好き歴大体30年近くの僕自身がですね、ファッションにおいてこれはやめてよかったなと思うことを皆さんにまとめて5点ご紹介をしてみたいなと思っています。まあ、ぜひ皆さんもですね、共感する部分があったら教えていただきたいですし、これもやめてよかったっていう習慣があったりしたら、ぜひコメント欄でシェアをしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、ファッションにおいてやめてよかったことを皆さんにですね、5点ご紹介をしていきたいなと思ってるんですが、まずその中でも1点目はですね、身の丈に合わない高級な服を買うことですね。これを僕自身はやめました。まあ、以前はですね、ちょっと頑張って一丁羅の服だとか一生ものの服なんかを買ったりしたんですね。やっぱりそういったものを買う時には高揚感があってワクワクするので楽しいんですよね。なのでそういった買い物もよくやっていたんですが、まあ実際ですね、クローゼットの中を冷静に見てみるとですね、以前買った身の丈に合わないような高級なものって意外とですね、残ってなかったりだとか、あったとしてもあんまり着てないことが多かったりするんですね。それなぜかというのを改めて考えてみたんですが、今の自分自身のこの身の丈っていうのはあると思うんですね。普段だったらユニクロで買ってますっていう方もいらっしゃれば、もっと高い価格帯で買ってる方もいらっしゃると思うんですが、そのですね、慣れ親しんだ価格帯よりもドーンと高いものを買う時にはですね、やっぱりテンションが上がっちゃってていて冷静な判断ができないことが多いんですね。一生ものだからとか、これは何年も使うからだとか、いろいろとこう理由をつけて買うんですが、高すぎるものだと着こなせないことが少なくないんですよね。この体験は本当何度も何度もしまして、最近は身の丈にあんまり合わないような高価すぎるものは買わなくなりましたね。どこどこのブランドだからとか、こういった職人さんが手作業で作ってるからちょっと欲しいだとか、まあいろいろとあると思うんですが、それらをですね、使いこなせるだけの自分にセンスがあるかというところを改めて問い直して、そういったものを買うかどうかを検討した方がやっぱり良かったんじゃないのかなと思います。で、僕の中では一つ考え方があって、自信を持って服を着てる状態っていうのが一番似合ってると思うんですね。一方で高い服を買ったとしても、それをですね、自信を持って着こなせなかったら、やっぱりですね、服に着られてしまうということが起きるので、それはですね、あんまり似合わないし素敵には見えないと思うんですよね。そして頑張ることもたまには大切だと思うんですが、まあ、せいぜいですね、普段買っている服の価格帯よりも2倍から 2.5 倍ぐらいですね、これぐらいまでに抑えてですね、頑張った服を買うと僕はちょうどいいのかなと思っています。例えば普段ユニクロのシャツを着てるのであれば、だいたい3000円とか4000円とか、それぐらいの価格帯かなと思うんですね。その場合は7000円だとか8000円ぐらいのセレクトショップのオリジナルの中でも低価格帯のものですね、このあたりまで頑張るっていうのは僕はいいかなと思うんですが、ユニクロよりもドーンと高いようなドメスティックブランドのシャツだとか、ハイブランドのシャツを買ったとしてもやっぱり着こなせないと思うんですね。まあ、身の丈に合わないような買い物はせずに、まずは2倍から 2.5 倍ぐらいのものを買って徐々に慣らしていくのがいいかなと思います。これを僕は価格帯の階段と呼んでるんですが、これを丁寧に登っていくと、まあ、少しずつですね、自分の感覚と慣らせながら世界観を広げることができるかなと思うので、まあ、ちょっと頑張って買い物する際にはこの2倍から 2.5 倍というところを一つの目安にするといいかなと思います。よかったら皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目のやめたことなんですが、おしゃれは我慢をですね、やめました。これはですね、20代の頃とか30代前半ぐらいまでは続いてたかなと思うんですが、あくまでも見たくれ重視でですね、いろんなものを選んできたんですね。まあ、どんなに着づらくてもかっこいいと思ったら着てたので、めちゃくちゃタイトな服とかも着ていて、動きづらいし暑いしとか、結構快適さとは離れたものもですね、20代の頃なんかは着ていたんですね。もう本当にそれでもですね、かっこよけりゃそれでいい
いっていう感覚だったんですね。まあそういったところが30代前半ぐらいまで続いていて、夏の暑い時であってもそこまで薄着をしすぎないだとか、冬の寒い時であってもダウンを着ないだとか、いろんなこだわりがあったんですね。そうするとですね、30代後半ぐらいから徐々にですね、おしゃれするのがめんどくさくなってきたんですね。まあ僕たちはファッションのために生きてるわけではないので、見た目優先で服を選んでるとですね、快適さが失われてしまって、そもそも服着るのがめんどくさくなってくるんですね。なのである程度快適さとかをですね、意識しながら服を選ぶようになったら、だいぶですね、付き合い方がしやすくなってきたかなという印象があります。まあ今でもですね、おしゃれは我慢とかってよく言われますが、割と快適な服がだいぶ増えてきましたよね。靴もですね、昔は僕は革靴を履くことが休日でも多かったんですが、今では革靴あんまり履くことはなくなりましたね。あくまでスニーカーが8割で、残り2割がレザーのシューズという感じなので、まあ、快適さはある程度意識するようになりました。あとはちょっとタイトめなセットアップをですね、着たりだとか、凝ったレイヤードのスタイルですね、重ね着をしながら着こなしに奥行きを出したりだとか、そういったこともよくやってたんですが、もう今はですね、あんまりやらなくなりましたね。まあ家庭を持って子供もいるということもあるので、あまりですね、ファッションにですね、ものすごく時間をかけられるわけではないので、快適に動けることだとか、機能性だとか、このあたりも重視しながら服を選ぶようになったんですね。そうすることでだいぶファッションとの距離感が近づいてきましたし、リアルにファッションが楽しみやすくなったので、ぜひ皆さんもですね、おしゃれは我慢という言葉がありますが、あくまで無理のない範囲の中でおしゃれを楽しむっていうのでも僕は十分かなと思うんですね。今でももちろんセットアップなんかも着るんですが、ただサイズ感は少し緩めにしたいだとか、ストレッチが効いてるものを着たいだとか、まあある程度ですね、気を使いすぎないようなセットアップを着るようにしてるんですね。あとは靴ですね、スニーカーはことが多いんですが、スニーカーの中でもちょっと綺麗めに見えるものだとか、すごくカジュアルなものだとか、幅を出すようにしてるんですね。そうすることでスニーカーの中でもある程度ファッションを楽しむことができるので、あくまで無理のない範囲で自分のファッションを楽しむということ、これも結構重要かなと思うので、よかったらですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、自分のスタイルやこだわりをですね、貫き続けることをやめてみましたね。これはですね、ちょっと意外に感じるかもしれませんが、まあ、30年ぐらいですね、服好きをやってると、おのずとですね、自分にはこれが似合うだとか、自分にはこれが逆に似合わないだとか、そういったこだわりだとか、なんか思い込みに近いものがめちゃくちゃ増えていくんですね。まあ例えば僕は身長がちっちゃいので、タイトシルエットしか似合わない、ビッグシルエットは絶対に着ないと思ってた時期もあったんですね。あとはアイテムで言うと苦手なものがたくさんあって、ニューバランスみたいなものはダサいだとか、柄とか色は一切着ないだとか、本当になんか自分なりの変なこだわりがですね、どんどん蓄積してったわけですね。その結果、なんか服が選びづらくなったりだとか、今の時代はこういったものが旬なんだけど、そこにうまく乗れない自分がいたりだとか、そうなるとですね、ファッションの楽しみ方が限定的になってしまいますし、古臭くなってしまうことが少なくないので、僕はこれやめた方がいいなということで、だんだんですね、価値観を柔らかくするようにしてるんですね。例えばタイトシルエット一辺倒だった頃も、まずはちょっと緩めのサイズ感のものを試着でいいから試してみる。最初はめちゃくちゃ違和感があったんですけども、何回か着てるとだんだん目が慣れてくるんですね。で今気づけばですね、緩めのサイズ感全く抵抗もないですし、まあ、タイトなものも好き、ジャストサイズも好きで、結構いろんなサイズの選択肢があるんだなっていうような、割と緩い視点でですね、サイズ感というものを見てるんですね。まあ自分のこだわりだとか好き嫌いっていうのは、意外と思い込みに過ぎないなっていうことを実感してるわけなんですね。見慣れてないだけ、自分の今までの価値観になかっただけなので、そういったものに頻繁に触れてると結構大丈夫だなって思うことも少なくないので、あまりこだわりすぎないこと、自分のスタイルを持ちすぎないことが結構ですね、40代以降は大事だなと思いました。ここから抜け出せないと、20代の頃、30代前半の頃に築き上げた自分のですね、こだわりをずっと持ち続けるので、時代の変化とそれがマッチせずに、すんごいおじさん臭くなるという現象が起こるかなと思うので、まあ、これからですね、ますます自分自身のこだわりっていうのは、まあ、ある程度大事にはするんですけども、こだわりすぎないということは意識した方がいいんじゃないのかなと思っています。で、そのためにはなんかトレンドというものを僕はですね、うまく活かしていきたいなと思うんですね。例えばニューバランスのスニーカーというものが嫌いであっても、今履いてる人が結構多くてトレンド的になってきたら、どうなのかな、自分も履いてみようかなって気分にちょっと
とはなるじゃないですか。だけどもこだわりが強すぎると絶対に履かないと排除してしまうんですが、まあむしろですね、まあちょっと試着をしてみようかなっていう形でトレンドにですね軽く触れてみるっていうことは悪いことじゃないと思うんですね。自分の苦手範囲が少しずつ克服されていくと結構ファッションが楽しくなってくるんですね。今僕は20代とか30代の頃よりも守備範囲が広くなったので、いろんなスタイルを楽しめるようになったんですね。そっちの方が息苦しくないし気軽にファッションが楽しみやすいかなと思ってるので、あんまりこだわりだとか自分スタイルというものに縛られすぎずに、まあ、柔軟にですねトレンドというところもバンバン取り入れる必要はないですが、適度にですね触れてみることは悪くないかなと思うので、まあ、ぜひこのあたりもですね皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、衝動買いや即決をやめてみましたね。まあこれはですね服好きの方だったらあるあるかなと思うんですが、お店にフラッと立ち寄った時にですねもう本当にこうキラキラ輝くような服に出会ってもう即決しちゃう、もう衝動買いしちゃうってことは少なくないかなと思うんですね。僕も今まで何度も何度もやってきました。今でもですね年1ぐらいではやってしまうんですが、結構即決だとか衝動買いしたものって打率があんまり良くないんですね。なんかこうテンションが上がりすぎてしまってちょっとこう判断を見余ってしまうことも少なくないかなと思うんですね。そもそもめちゃくちゃ惹かれる服ってなんかエッジが効いてたりだとか個性が強かったりするので、いざ冷静になって着てみるとどう着るのがいいかなとか意外と使いづらいことが少なくないかなと思うんですね。なので僕はどんなにいいなと思った服でもちょっとだけ考えるようにしてるんですね。まあそんな時に限って店員さんにですね残り1点ですとか、もうこれレアなんでなかなか見当たらないですよとか言われたりするんですが、まあ一旦ですねちょっとこうコーヒーを飲んで休憩しながら今どんな手持ちのアイテムが持ってるのかを思い出してみたりだとか、どうコーディネートできるかっていうものを考えてみるんですね。それで使い勝手がある程度想定できたら買いますし、なんかやっぱりちょっとこれ使いづらいかなと思ったら諦めたりだとか、まあそういった形で少しだけ時間を置くようにしてるんですね。まあ実物もそうなんですが、結構オンラインでも僕は衝動買いしがちなんですね。もう見た瞬間にこれやばいなと思ってポチってしちゃうこともあるんですが、まあ後々ですね時間が経って商品が送られてくるとこれなんで買ったんだっけみたいなテンションになることが少なくないので、オンラインだったらなおさらですねそのアイテムが本当に自分にとって大切なものなのかとか、どう使えるのかというところは検討してから買った方がいいかなと思います。でオンラインの写真ってどれもですねめちゃくちゃ綺麗に撮られてるんですね。ちょっと色味が違く感じられたりだとか、スタイリングしてある状態だとなんかいまいちしっくりこなかったりだとかっていうことも少なくないので、1枚の写真だけを見るんじゃなくてスタッフコーデとかでどう使われてるのかとかも詳しく見たりだとか、違った写りの写真を見てみたりだとか、もうオンラインだからこそめちゃくちゃ丁寧に見るようにしてますね。まあ、衝動買いだとか即決は結構失敗することが多いということを前提にしながら、ちょっと一段落を置いて丁寧にですね自分にとって買うべきなのかを見定めた方が結構打率は上がるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねこちら頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のですねやめたことなんですが、とりあえずこれ買っとくかっていう買い物をやめましたね。まあ割とですねこれよくあることなんですが、安いからとりあえず買っとくかっていうのも結構失敗しましたね。例えばユニクロとかでこれ結構安いからこの機会に何枚か買っとくかみたいなこととか、その結果必要以上に買ってしまうことも少なくないし、あとはバーゲンセールでせっかく 50% オフになってるからちょっと買っとくかっていうのも失敗することが少なくないですね。あとはアウトレットに行って、おこのブランドの服が 50% オフか、これはやばいな買っとくか、これも失敗しがちなんですね。なんか明確にこう使うっていう目的がないのにとりあえずっていう感じで買うものは大体ですね失敗するというのが僕の中での経験値としてはあるので、安いものとかあとはセールになってるものこそ結構ですね慎重に買わなくちゃいけないなという実感が最近ではあるんですね。まあ、特にユニクロとかも、まあ、便利でなおかつ安くていいものがたくさんあるので判断基準が甘くなりがちなんですが、安いからこそしっかりと選ばないと結構ですね素敵に見えづらいかなっていうところもあったりするので、安さだとか値引きだとかっていうものはめちゃくちゃですね気をつけながら買い物をした方がいいんじゃないのかなと思います。僕もですねそこで判断基準が甘くなるので、なるべくセールだとかアウトレットで服は買わないようにしてるんですね。まあ、定価でも欲しいと思える服しか買
買わない方が打率は良くなるので、お得かどうかよりもちゃんと使うかどうかの方がはるかに重要度が高いかなと思うので、とりあえずという言葉がついたような買い物はやめた方がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、皆さんもですね、結構動画を見ながら、あの YouTuber が言ってるからとりあえず買っとくかみたいなこともあったりすると思うんですね。それもちょっとですね、見直した方がいいかなと思っていて、まあ、できればユニクロの服とかであれば、まあ、近くにお店があることも少なくないかなと思うので、試着をしてよく検討した上で決めた方がいいかなと思うんですね。自分のですね、納得感のある買い物じゃないとやっぱり長く使わないっていうのはあるかなと思うので、とりあえずというところは意識しながらですね、ぜひ買い物をしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではメンズファッションでやめてよかったこと5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、結論ですね、一言でまとめるとすると、自分の身の丈に合ったテンションの上がる服を丁寧に一着ずつ買い揃えていくことが結構重要なんだなっていうのをですね、改めて実感してるわけなんですね。まあ、今動画を見ていただいて、皆さんもいろんなファッションチャンネルを見ながら試行錯誤してる最中かなと思うんですね。そうすると、あの人がおすすめしてるから買っては見たものの、なんか自分にしっくりこないなっていうことも必ずや経験があるかなと思うんですね。まあ、僕も含めてファッションをお伝えする身としては、なるべく多くの方に使いやすいようなですね、情報をお届けしてるんですけども、一人一人の人間が持っている個性だとか特徴っていうものは人それぞれなので、全ての人にフィットする情報っていうのはやっぱりないんですよね。なので、ぜひ皆さんもですね、僕が発信する内容も自分自身に合うのかなっていうところをよく吟味しながら丁寧に服を買い揃えると、より打率が上がってくるかなと思うんですね。まあ、そのためには今回お伝えした内容は結構参考になる部分も多いかなと思うので、まあ、ぜひ今後の服選びの際にですね、一つの目安としてですね、取り入れていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすくお伝えしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。